こんにちは、トクです。今日のテーマは、BGA でタペストリー300点超えした自薦譜の紹介を行います。はい、今日はBGA のタペストリーで、私が初めて300点超えした時の実践譜から紹介していきたいと思います。この時3人プレイで、海外の方とのプレイだったんですけど、エンターテナーとノーマッドから選択するというところですけども、このノーマッドっていうのは正直よく分かってなくて、調整もついてないし、なんかそんなのあんまやりたくないな、リソース多くもらえる方がいいなと、思ったので、エンターテナーの方を選んでみました。このエンターテナーっていうのは、各時代の移り変わりの時に、これらのリソースなり、蹴れたり、進めたりということで、目に見えた分かりやすい特典があったので、初めはやりやすいのかなというところで選んでみました。調整も1個ついてるんでね、これを選んでると。他のプレイヤー、このインベント発明家ですかね、他人の技術カードの上に、キューブを置いて自分のものにしちゃうみたいなやつですけど、相手にもね、効果を与えるんですけど、効果を奪った上に最終的には取っていくみたいな、カード特化系のやつですね。で、歴史家っていうのは、どうも巷では最強文明って言われてるみたいですけど、他人がね、世界遺産取ったら、ここの開けてる分のリソースがもらえるので、2つ、まあ大体リソース開けると、誰かが世界遺産取るたんびにリソースが2個増えると。非常に強い文明を、持っていると。なので当然調整はなしと。だからこの二つは結構強い文明ですね。私が一番初めに出したタペストリーがこの植民地主義っていうやつですけども、こちらはですね、カードを出すと自分のプレイしている地域タイルの地形に基づいてリソースがもらえるというものなので、印刷してるのはダメですけど、山か、草地か、森か、砂漠と。この4つが描かれた地形のタイルを出しているとリソースもらえるので、いろんなリソースが描かれていればいるほど有利と。正直ですね、序盤ってリソース非常に重要なので、初めにこういうのがあると助かりますね。この時はあんまり気にしてなかったですけど、これは非常にいいタペストリーだと。先触れとかだともっといいかもしれませんね。これが先触れで、だったら第一世代に出せたりするんでね。またそういう文明に特化したような動画はまたやっていきたいと思いますけども。はい。で、これが私の、一手目ですね。一手目は、当然、探検からと。さっきの植民地主義が見えてるんで、いろんなカード引きたいのね。引いて、いいやつを打ちたいというところで、まあ、探検からと。で、土地を出したと。この辺は、当然の流れでしょう。で、三手目は、ここで、建物の方を選択と。やはり、建物を、立てて、個人ボードを開けていかないとリソースがもらえないので、まあ極力3マス目のエリアでは選択制なんだけど、建物の方を建てたいよねというのはあるかと思います。ここが開けて、建物を都市ボードに置いたと。都市ボードについては、ここはね、3マスでエリア埋まりますから、こういったある程度、こうドットで埋まっているところからまあ埋めていくのかなというところですね。で、次に私は、この技術トラックの方に目を向けて、そして、この世界遺産、株式市場を取っていますけども、このあたりはどうですかね。将来的にはもちろんいいんだけど、序盤、超序盤という意味で言うと、こっちから入る手もあったかもしれません。つまり、1個リソース多いので、ここでまだ2リソース以上残っているので、こっちの軍事に、転じて、早く、拠点を確保っていうのもあったとは思うんですけども、株式市場、これ自身が結構銀行っていうのが早めに開くところなんで、条件は満たしやすいっていうのと、4マスでも個人ボード、遺産取って埋めれるのでいいとは思うんですが、さっき言った歴史家とかがいるんでね、いなかったらいいですけど、歴史家がいるんだったらあえて世界遺産は絞っていく手も、あったかもしれない。まあもう一個取るべきだったかっていうのが選択肢で言うと、
ここのカード、ラジオなんですけど、このラジオっていうのはですね、文明シート取れるんですよ。だから、もちろん神経科学の10に行って結構、本当にみんな行くのかっていうのはあるんですけども、文明もう一個取れたら大きいですからね。こういった技術を押さえといて、じゃあもう今回は神経、科学トラックを上げるのに、注力してこれをキーカードとしてプレイしていく手はあったかもしれないと。これを取るなら取るで、それを活かしたプランニングっていうのも考えていかないといけないでしょうと。で、それからこっち行ったんですね。が制服、ここでしょうね。序盤の軍事っていうのは特にリソースがない時ですから、とにかくリソースをもらえるタイルを出してそこを踏んでいくのがいいでしょうと。ダイス、ハテナが出てるんで、もし何もないところに行ってたら取れなかったと。こっちを選ぶしかなかったという状況になるんで、序盤に VP もらってもほぼ意味がないんで、初めに開拓してそこを征服するというのは極力やりたいとは思います。で、そのまま2番目に突入し、タペストリーと建物を建てていくというのを行ったと。で、このタペストリー引いたのが同盟ですけど、まあ正直あんまり美味しいものではないですかね。お互い征服しないっていうのは、だからどうっていうのはありますからね。なんか略奪とかっていうのがあって、相手が待ち伏せしてても、待ち伏せ出せないとかっていう、すごい強力なカードとかあって、もう犯されるのが嫌だからっていうので出したりするのはありかもしれないんですけど、あんまり、強いカードではないでしょうね。で、ここで二次台に入ると。で、さっきのこのエンターテイナーの効果を使うと。どこに行くのかっていうことなんですけど、探検をね、済ませる。もしくは、ここで、軍事を通って、ここの探検を通るっていうラインが、今済ませようとしているルートに合っているだろう。ということで、一番上から行きました。このパターンだとね、仮に技術伸ばしたくても、まっすぐ行くこともできるんで、まあいいのかな、ということで、一番上のラインから行きました。まあやっぱりね、どっちか行きたいですよね。蹴ることもできますね。まあ上のラインから。入っていると。ここが探検のやつ、一個開けられるっていうのもありますけどね。そしてプレイするタペストリーですけど、植民地主義をプレイすると。これがさっきプレイしたタイルの地形にあったリソースがもらえると。ここに説明が書いてありますけども、どこまで複雑な地形があるのかっていうのはよくわかってないですけど、今回これで 2リソースもらえたんで、何かのカードをプレイしてリソースを2つもらえるっていうのはかなりいいんじゃないかなと。思いました。そしてこれが今回の2世代の今のリソース状況ということになりますけど、ここの軍事トラックを進めましたと。本当はね、ここで軍事の2つ目の建物を開けると。建物を開けて、ここを埋めればね、1個またリソース取れるんでね、これはいいでしょうと。で、ここに埋めたよと。で、次、このまま連続して軍事を進めると。それで、この建物を取れるんでね、ここを建て続けに進めていくと。他者の状況はこんな感じだよというところですね。まあ、ここに置いたと。軍事効果で建物を建てるというのをまず行って、次が探検の4つ目に来たと。ここを建て続けに遺産取れたのは、まあ、いいなというところではあるんですけど、これね、私親切な人たちだなみたいに、この時は無邪気に思ってたんですけど、実はこの歴史家がいたっていうことをあんまり理解しなかったですね。これ私にガンガン取らせてくれてるのは、いや、あんた取ってもいいよと、俺もリソースもらえるしっていう状況だったんだなと、今思うと非常に恥ずかしい限りなんですけど、でも取れることには少なくとも自分とこの二人は前に進むわけですから、悪いことではないし、取らなかったからといったら結局ね、別に何のいいこともないんで、取っていくしかないでしょうと、歴史家がいてもというところではありますね。建物はここに置いたと。で、次が、軍事の5に入ってますけども、これも1個配置できて、制服もできるんで、ここは非常に効率のいいアクション。2リソースで建物が建てれて、制服できるんでね、ここはいいアクション。軍事は進ませやすいですね。特に戦闘を切って進ませる場合に、遺産取ってリソース1個もらえるし、もうここだし。ここはガンガン、連打できるところかなとも思いますね。右下のところを確保していくと。これは今後この技術カードが上に上がった時に置く場所として確保しているという準備をまず行っております。
制服がここですね。さっきね、探検で建物引いたんで、それを出して建物建てれたんで、その流れで中央制覇のを行っております。中央制覇ね、怖いんですけどね、ここがハテナ出ちゃうと赤ダイス取らないといけないんで、リソースもらえませんから。でも、そうも言ってられんでしょうと。ここで軍事の6ですけども、ここでタペストリーを1枚引けますが、引いたのは工業化と。これは技術カード取った時に一番下の丸の効果を使えるんで、カードをいっぱい取れるタイミングだと非常にいいのかなと思いますね。次に行ったのが技術の2と、技術ね、全然済ませなかったんで、技術を進ませて2個目の建物を開けに行くと。で、引いたのが封建主義と。これはあんまり美味しくないけども、少なくてもリソース1個はもらえるから、まあいいかなってとこですかね。で、今度は上部9マスのタイルを取れる可能性が高いので、ここを予約しておくというところになります。で、もうね、リソースが1個しかないので、化学トラックを進ませるかどうかっていうところが分岐点になるかなと思うんですけど、出す手はあったとは思います。というのも、今いる場所、ポジションは結構いいんですよね。軍事が出ると、世界遺産が残っているので、ここの効果は得られなくても、遺産は取れると。ですし、技術は一歩進む。でも、ここって遺産がないので、美味しくない場所なので、スキップしたいところでもある。さらに、探検トラックは、そもそもの効果が VP しかないしょぼいエリアなんで、リソース払わないと家建てれないですから、ここはスキップしたいところです。どうせやるなら、こっちやりたいですからね。ということで、今の位置関係だと、蹴った方がいいのかなと思うんですけども、なぜか蹴ってないという。蹴らずにもパスしちゃったんですね、ここ。権利を行使せず、収入フェーズに突入。これが第2世代の状況でした。はい、それで、第3世代ということで、まあ、例によって技芸者を進めるところから始めますと。で、こちらの方は、一番上、探検の建物を開けに行ったと。さっきの方針に従って、探検か軍事ラインを進めていくんで、そこの強化というのを行って、で、タペストリーについては同盟と。こちらは今保有のタペストリーが6なのがないので、今回は発明者の持っている技術カードの多さというところに着目して、お裾分け狙いで同盟を選んだよということを行いました。まあ、ちょうどね、赤と私の緑の間の場所っていうのが先に私が入れば、ここあなた攻撃できませんよね。なぜなら同盟結んでるからというところで選んだというのも側面もあるよと。いうことで、同盟を赤と結び、技術カードのアップグレードと。この効果がね、対戦相手を選択して、お互い地域は征服できない。で、その対戦相手が技術カードをアップグレードするときはいつでも、その効果を得られるということで、まあ今の二つの意味合いですね、のために、まあこのカードを選んだよと。まああんまり出すタイミングの少ないカードなんでね、効果が発揮するの。こういうときに出しておきましょうと。で、技術カードのアップグレードなんですけど、まあ私はこの1個しか持ってませんから、これを最上級に持ってって、世界遺産を獲得すると。で、こいつ、配置するのはここに決まっているのに4マスなんだから、なぜかここに配置してしまったと。この白いところがね、私埋まってるとつい勘違いしてしまって、それで、まあ、ここでもええやんみたいな軽いノリで、つい置いてしまったと。ここで気づけばよかったんだけど、つい確定しちゃったと。で、後から気づいて、愕然としたということをやってしまい、もう、大悪手をしてしまった。すぐリソースもらえるし、この後また9個のやつを置くようにしてたのに、もうそれが完全に無駄になったと。やっぱりよく見てやらんといかんね。つい手拍子に打ってしまいがちなんでね。まあ、そこは反省ということなんですけども、失意の状態でこの7マス目に入りますと。世界遺産なんですけど、ここを置いてしまったからしゃあないので、ここに置くということをします。まあ、あとここ埋めていくしかない。で、その後制服ですけど、こちらさっき言った通り、星のところに入り、攻撃されないよという状態にしておくと。で、次が化学トラックを進ませるんですけども、技術はカード1枚取るだけのエリアだし、探検は2リソース払っても VP しかもらえないしょぼいとこですよと。で、軍事は悪いマスじゃないんだけど、もともと3リソース払うマスだから、スキップできるんだったら、1リソース払って3リソースのところを進ませることができるんだったら、2リソース節約できたのと同じなんで、ここを出てもいいでしょうという思惑でダイス振ったんだけど、それの思惑は全部外れた価格ダイスということ
次が、私の手番じゃないんですけど、さっきの同盟相手がここでアップグレードの効果を使ってくれましたので、まあ私に建物が1個降ってきましたと。で、これ自身は喜ばしいことなんですけども、私の赤の建物はあと1個しかない状態だったので、私の軍事マスを無効化することができたと。赤のプレイというのは非常に優れた最善手だったんだろうなというのは思いますね。まあ私としては非常にチッてこう言いたくなるようなプレイですが。で、次は一歩進ませたと。で、ここに入りました。任意の隣接を無視したところに置けるんですけど、さりとてリソースのないところに行ってもしゃあないんで、ここに入りました。リソースをもらい、次が探検の5マス目。まあ、しょぼいエリアって言ったけど、誰も進ませてくれなかったから、まあ、自分で行くしかないよ、ということで、これを選びました。で、次が、まあ、連続プレイですね。さっきの継続手で、ここを開けたんだったら、その隣の探検も行くっしょ、ということで、次のマスも入って、建物を取り、1個領域を伸ばせるんですけど、私、ここ行ったのかな？あんまり、どうせならもっと下の方でよかったと思うんですけど、まあ、なぜかこんな挑発するようなところに立ててしまったと。で、このまま、もうリソースこれ使い切りですね。探検の7マス目に入って、世界遺産を取り、蹴るやつが来てますね。そして、カードのやつをここに出したので、技術カードが取れますよと。ということで、目先リソース取りに走ってますね、ここは。中域タイル欲しいところなんで、キノコリソースはいくらでも欲しいところではあるので、あと5リソース必要になってきますから、ここでもらえる4リソースと、この1リソース取りに行ったと。これが本当に良かったのかっていうのは怪しいですけどね。多分1リソースぐらいどっか埋まるでしょうから、そこでもらえる前提にして、他の効果取った方が、確かに1リソースはもらえるんだけれども、近くの効果はこれもう取れないですからね。ここ進むことでどうせ1個取れるんでね。まあもちろん蹴った時の保険っていうのはあるんだけども、やや効果がもったいない。ちょっと気はしたんですが、まあ確実にキノコを抑えるということでこっちを選んだと。科学の3マス目で、ここは確実に建物を取りましたけど、今1個しか全然開けてなかったんでね、せめて1個開けないとリソースが足らんですから、ここは蹴りたいのは山々なんだけども、建物を取ったと。第3世代は終わりということになりました。で、第4世代なんですけど、まずは技芸者能力になりますけども、ここで、実施したのはですね、蹴るを選択したと。まあ、さっきね、私が蹴っとけばよかったのになんで家建てんねんみたいなことを言ってたんですけど、よくよく考えてみればそうか。蹴るのはここで蹴る予定だったからかと。やっぱ対局者はよく見えとるなという感じではあるんですけど、で、蹴った結果、化学トラックが出たので一歩進みましたと。私はとにかく早く蹴りたいので、4マス目はスキップしたかったですから、2リソース得をしたと前向きに考えた。ここは出したかった目なんでね。で、出したタペストリーが封建主義ですけど、これ自身はかなりしょぼいものではあるんですが、第4世代ってこともありますし、15VP 取れるならいいかということで、ここは VP を取りました。そして、蹴って軍事が出たので、軍事マスを一歩進ませるんですが、建物の効果でリソース取りたいんだけども、同盟者からこれを撃たれたので、効果が空振りになったと。さっきの蹴った時にこいつが出てくれると理想だったんですけども、まあ、世の中そんなに甘くないと。そして、軍事の10マス目に入って、世界遺産を獲得。配置して1リソースゲットと。で、効果でタペストリーを重ねられるので、出したのが暗黒の台のダークエイジと。もうこれが一番いいカードを引きましたね。このダークエイジがあるかないかで全然違ってきましたけども、これを引けたので、一つのトラック三つ進ませ、あとは一歩交代なんで、交代っていうのがもう一回このマスに入り直せるんで、これが素晴らしいと。だからいい効果のマスがあれば、それはもう一回使えるし、蹴るのももう一回できるし、かつ今回進ませるのは探検トラックですけども、先方の黄色を飛ばして先に入れると。もともとね、ここ3リソースかかる2マスですから、ここをスキップしてもいきなりジャンプと。これで懸案だったね、キノコのリソースも足りたと。この 10VP とか取れないけども、それよりも速度優先でしょうということで、このタイルもちょうどここのマスに合致するよねと。取れると思ってなかったんでね、ここは。一応
マスは用意はしておきました。そして他が一歩ずつ下がった。他も形がいいですよね。蹴れる。サイドタペストリーに出せる。あとここでカードなり、建物なりが一リソースでできるんでいいでしょうと。そしてまた入り直しましたと。入り直して今度出すのが工業化と。取ったカードの効果が丸の効果をすぐ得られるので、要は丸ダブル使いできるようなものになるんですけども、今、技術トラックは交代させたところなんで、これから通るだろうカードマスのところを恩恵をこれでもらうようにしたいということで工業化を出すことができましたよと。で、早速ここを進ませますけど、とはいえ建物にしましたと。早くね、残ってる右上のマスも埋めたいということもあるんで、完全制覇のためには、それも重要ですよということで、ここを埋めにかかったと。そして次が中域に入りますが、ここも想定通りですね。さっき進ませた継続集として、中域タイル取ることでリソースもある程度獲得できそうなので、まあいいのかなということで、3枚の中域来ましたけども、リソース取れそうなやつが2個あるんでね、これは使えるぞと。2リソースと VP ゲットというのを選びました。ここに赤いトークンが載ってますけど、発明家プレイヤーのアクションで、技術カードにトークンを置くことで、その効果が即発揮されて、このカード自体を発明家が取っちゃうという能力があるんですけども、それを行使されて、カード自体は取られてしまうんですけども、代わりに最後の建物の関係の建物が取れたんで、それ自身は良かったのかなと。実際、もう私ここのマスにいるから、中域効果で使うかどうかなんだけども、そこで使っても良かったんだけど、別に使うことなく建物が手に入ったので、他の中域を使う選択肢を得たということにはなりましたね。そして再度蹴ると。で、蹴った結果、技術トラックを進ませると。で、この効果はさっきの工業化を出しているので、丸の効果が即発揮するよということになるので、カード取られなければ私はこいつを選んだかもしれないんだけど、これは選ばなくていいということで、私はこの真ん中の 3VP 取るやつをもらいましたけど、これはね、どうなんですかね。まあでもしょうがないですかね。こいつでリソースもらってもいいけど、1リソースもらうのと どっちがいいかっていうことなんだけど、私が次のね、ここのマスに来れば、最後のラストピースが手に入るんで、ただ先に技術カード一新すればもっといいのあっただろうにっていう気はするんだけど、これ一新してないよね。一新してから取ればいいんだよね。と思うんだが、私は取っちゃったと。これはカードを一新して見て取った方が良かったかもしれないよと。そして次の蹴りのマスについては蹴らなかったと。こいつはもし蹴って探検トラックが出てしまうと、中域のもう一枚、もう三枚を取らずしてゴールしてしまうので、リスク回避のために建物の方を選択しました。ここ、右上埋められるということもあるんで、その選択だったんだけど、蹴ってみる手もあったかもしれませんね。蹴ってこれだったら行使しなければいいので、こいつが出たりすると、もっといいことが起きますし、冒険する価値はあったかもしれないんですけどね。まあ安全に取ったよと。で、埋めたよと。そして科学の7マス目で報酬再獲得を選べるので、タペストリー上書きもやりたいとこなんだけども、中域ですね。中域のもう3枚を取ったと。リソースもらえる方を選択したと。他にね、ろくなタペストリーないのと、あと、これを選んでタペストリー上書いてしまうと、工業化の効果が消えてしまうんで、こっちを選ぶよねと。そして最後の中域タイルで選択すると。まあ、2個選べますから、2つですね。選択して、これで選び切ったというところになります。13VP のやつとかは取っておきたいところですかね。技術トラックを進ませる手もあったとは思いますけども、この効果使えますから、そこは難しいところではありますけど、まあでも 13VP 取れますかね。トラック進ませるのもあったかな？もうちょっと微妙なところですけど。これで打ち止めですね。ここで 14VP 取ってますが、都市がだいぶ埋まってるので、表で 14VP 取れて、あと、タペストリー13枚してて 10VP 取れるんで、ここで 24VP を獲得すると。最後、ここで止まっても、偽芸者効果で最後の文明に一発かけるというプレイを行ったと。今で209点でした。そして文明を選択するんだけども、ここで来たのが先触れと
これいいの来ましたね。こういうラウンド開始時に能力がなければほとんど意味がないんだけど、先ぶれでタペストリーの効果使えるんで、これはいいですね。そして、貿易特需がありましたから、これで対戦相手のトラックを選んで、いいのがあれば使えるんだけども、ちょうどおあつらい向きのやつがあったよと。この量子物理学というのは、科学以外のトラック2つ任意の進ませることができるんで、技術トラック進ませるよということで、まあ、私のこのマスっていうのは、有力な2つのアクションを残してている状態でしたから、これが使えるのは大きいねと。で、まずはここに入って1個、除去できるし、アップグレードできるということで、科学の建物を1個除去し、そしてこいつ1個アップデートして 3VP 取ったと。ラストの建物を除去できると。それに赤のボーナスも、家分のボーナスが取れる。だからこれで15点ぐらい取れてるんですね。そして遺跡が取れて、ここにはめられたと。で、勝利と。322点。かなり運の要素も大きかったと思うんですね。最後のラウンドで120点ぐらい取れましたけども、そもそも軍事の10マス目に入った時にダークエイジがあった、来たっていうのが非常に良かった。あれで1個下がれたっていうことと、最後先ぶれが来たので文明の能力が発揮できたと。これが非常に大きかった。もうラッキーそのものではあるんですけども、私としてはね、初めて300点超えができたっていうことで、今回このゲームを紹介してみました。今後ね、まあ私の独力のプレイっていうのもいいんだけども、達人たちの進め方っていうのも紹介できればなと思うんで、そういった動画も今後は上げていきたいと思います。ということで今日はタペストリーの300点超えの次戦譜というのをやってみました。アトグチャンネルでは、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さよなら。